今回の明大研究フロントラインは、質量分析のエキスパート財津圭准教授の研究室から、驚くほど簡単でシンプルな質量分析システムを紹介します。はい、まあ少しでも進化していきたいというのもありますし、その思い実らせました。誰でもできる質量分析、ペシ MSMS です。針とサンプルプレートを導入し、研究者を悩ませる抽出や前処理といった複雑な操作をなくした画期的なシステムです。島津製作所と共同開発しました。早速とっても簡単なサンプル調整から見ていきましょう。カットしたサンプルをサンプルプレートの上に載せていきます。蓋をしてサンプルのセット完了です。あらかじめ調整した 50% エトノール溶液をサンプルの上に添加していきます。で、このサンプルプレートをそのままペシの装置にセットして分析を開始していきます。針が動き始めると、検出したイオン強度のプロットが現れます。測定は3分足らずで終了。この日もスタッフ全員満足の結果が得られました。データを Excel に貼り付けたら、次は解析です。R という統計ソフトを立ち上げ、データファイルを読み込ませます。コードを実行すれば、多変量解析やグラフ作成が全自動、30秒で完了します。スピーディーに処理できるように、でこういうものを提供して、まあ、日本の研究者の方がね、役に立つんであれば、もっと研究の時間を自分の実験に割けたり、日本の研究者全体のレベルアップとか、まあ、効率の向上につながるんじゃないかなというふうには思ってますけど。この新しい測定法、開発は2014年にスタートしました。2016年には解剖したマウスの肝臓と脳の組織の測定に成功。続いて生きている状態のマウスの肝臓、脳の測定にも成功しました。2017年当時、なんと世界で最速のデータ採取法として海外の学術誌でも紹介されたんです。2020年には自動解析プログラムも入れた総合的な分析システム、フィットマップを発表しました。この新技術、国際的な出版社エルゼビア社の目に留まり、財津准教授は世界に向けて英文書籍でも発信しました。数々の共同研究も生み出しています。人の方に展開してきていて、今東京女子医大の脳神経外科の江口先生と一緒に、そういう、まあ、悪性の腫瘍とかですね、まあ、髄膜腫といったそういう腫瘍の中の代謝物がどのように変化しているかっていうのを、まあ、実際の患者さんの検体で技術が適用できるか、そしてそういう代謝物の変化が見れるかっていうのを、まあ、共同研究で進めています。一緒に目指しているのは術中の診断ですよね。例えば髄膜腫の中でもその悪性度が高い髄膜腫なのか、良性のものなのかというのをサンプリングして、その場でこの技術で測って、例えば代謝物プロファイルから悪性度を判定するとか、今では植物、農学部の白滝先生と一緒に植物とか農作物ですね、果物とかに適用していく実験をやっています。具体的にはイチゴとかですね、あとブルーベリーとか、そういったまあ、果物が今メインですけど、まあ、アントシアニンの含量が違うっていうのを、含有量ですね、が違うっていうのを、まあ、迅速に分析できれば簡単だ、簡単にできる、そういうのをやろうとしていたり、あとあったり。そして進化はまだまだ続きます。というのも、全自動解析プログラムに対して研究スタッフからこんな欲張りな声が。
プログラムの文字の羅列がずっと続いていくような形なので、ちょっとそういうものに慣れてない私としてはちょっと使いづらいかなっていう感じはあります。なんかこうアプリのような形でこうボタン一つで何が行われるか分かるようなシステムがあると誰でも使いやすいようなソフトになるのではないかなと思います。その声汲み取りました。解析プログラムのウェブアプリ化です。完全にユーザーインターフェースになってて、自分で選ぶと空間ですね。で、例えばさっきの主成分を意識したいというと、ここを押して空間で自動でデータ解析を行ってくれると。で、これを今 ITB、名古屋大学の ITB の高橋先生とウェブアプリ化するということを進めています。そうですね、誰でも使えるっていうところが売りにしたいなという。できれば今年度中か来年度ぐらいに出せればと思います、はい、財津准教授の研究について詳しくはホームページや著書からぜひチェックしてみてください。リンクは概要欄をご覧ください。今の最新の情報をマッチするといった書籍になります。で、やっぱり初めて水分析を使われる方とか、実際にの時期を経験されているけど面積化している分析というものにご興味があってちょっと勉強してみたいという方をターゲットにさせてください。ちなみにこの絵も全部僕描いたんですよ。